パーパーパー、ジャマでございます。来ましたよ。はい、レート1622の勝率 90%。 そう、残念なことにですね、今ちょっとゴールデンタイム、フォアチェックアグレッシブが強いんじゃないか説が出てまして、ジョルジェ・ジェズズっていう、俺が初期の頃に使ってたフォアチェックアグレの褒めにしてですね、試しにやってるんですけど、まあ、TS98 でさっきレート600の人に何もできず負けて、ちょっともう一試合だけ試したいみたいな感じでやった試合でこれ来ちゃったんで、まあこんなに強い人とやるんだったら、あのコズレフとかなれ、あのやり慣れたね監督の方がいいのかもしれないんですけど、まあこれで勝ったらね、本当に重い時、このゴールデンタイム今ね、まあまだ6時7時なんだけど、ゴールデンタイムね、サーバー重くなるでしょ。その時にフォアチェックアグレバが強いんじゃないか説がね、立証されたと言っても過言ではないので、ちょボコボコにやられるか、ちょいい勝負するか、とりあえずお願いします。まあでもね、ディフェンスもそうだけどね、ちょっとねこれね、よく俺これで勝てたなっていうぐらいね、攻めがねマジでやり方が分かんなかったんで、さっきやってみた ところ、あーノイヤー使ってますね相手はね。でこの辺はね勝ってくれるのはいいんだよ。でもなんかさっきはね事故で2点取られて、シュートも2本しか打たれてないんだけどさ、事故で2点取られて、って感じだったから、まあ守れてないわけじゃないんだけどっていう感じなんだよね俺としては。でシュートはこっちは4、まあ攻めれてないのはあるんだけど、もうこれしかないよな。でも結構前からプレス行きたいんだけど、難しいな。で逆さでしょ。で中入れられたら終わりだもんね。相手に当たったか、味方同士で当たったか。ちょっとこのフォアチェック、いつもはね、リトリートセーフティーって言って、あんまりボールを取りに行かない。で、これはフォアチェックアグレですから。もう、ガンガン、ボールを取りに行くっていう感じなんで、その違いをね、楽しんでいただければと。まあでも、攻めはね、ちょっと運動会しか思いつかない。で、この辺でちょっとライン下げて、いやでも忙しい。 It is deadlocked. いや、OK、守れてはいる。危ねえ、ここ走らせるしかないんだよな。サイドか、サイド使うか。あ、ラガデドいい。よし、来た。いやー、マジか。くっ。今のはありだな。ラガデの中に入ってきたからね。あ、今のでも、ありだな。中いないな。いやー、もうちょっとサイドに縦に出してほしかったな。あ、やばい、取れる。いや、やばい、下。あぶねー。スアレス、本当はキーパーもノイアーにしたかったんだけど、試しに。
おお、でもフォアチェックでライン高いからか、この辺のちょっとパスのね、なんて言うんだろう、駆け引き必要になってくるかな。キーパーに戻したいな、これ蹴るしかないか。ラガゼと勝てるかな。いや微妙、オッケー、ここでな、いやー、クソ、読んでたんだけどちょっとコースに入れませんでしたね。いやー難しい。でもどうやって攻めてたんだっけ俺も。でここサイドでしょ。あ、ここ開くか。体勢ができてない。前からどんどん、あ、やばい、判断遅いんだけど。あー、これ完全にやられてるね。完全にやられてますねこれ。いやー違う違う、ちょっと待って、1点取ろう、とりあえずとりあえず1点取れば流れが変わる。守備はねあんまりちょっと行き過ぎなければ、行き過ぎなければいけるよ。このあ、来れる、 OK。 いやー違う、ここでさいないんだよね、3人しか。でシュートゼロでしょ。あ、3打ってんだ、3は打ってんだ。そんな打ったっけ。ゴミみたいなシュートだけだからな。いやー、さあ、OK?OK?、Okay? Okay. やばい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 、誰だ、ラガゼとか。OK、ノーファール。あー、うそ、ファールあった ?PK か ?PK? どうだ、オッケー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 。あー退場、終わったなこれ、終わったぞこれ。これは終わった。あ、キーパーキーパーキーパー、そうだ、ここノイヤーじゃないとダメなんだよね。クルトワだとスペースが空いちゃうからバンバン入れられちゃうんだよ。マトゥイディ、むずないかこれ。あー、これノイヤーのね、ノイヤーの闇ね、これノイヤーの闇。スアレスナイス、これを狙っていくしかないのか。やだけどね、あんま楽しくないけど。オフだろ、ないか。This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence. もうこれしかできないわ、組み立てられない。あ、これ取れる。いやー、very well to intervene. でもそうだね、カーソル重くて、よく考えたらフォアチェックの方がカーソルチェックがだ、あのカーソルチェンジが大事だから、こういうのさ、こういうのさ、重かったらカーソルが変わんないんだから勝てないよな。よっしゃ、いやー、四角押すのもなんだかなーって感じだし。あ、やばい、オッケーオッケー、マイボーマイボーでしょ今の。どうなんだろう、さあスアレスで、ここ、あ、ラガゼド、あ、ウェルベック、ウェルベック、サラ
いやー迷いどこだな。ウェルベック、サラーとかこんなんになっちゃうよな。相手のラインが高いのかどうか、そんなに高くないんだよね。これはどうなんだ。これしかできないもんな、ほんと。取れそうだけど。あー上だ。よし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 。サラーいいパス出せよお前。真横でいいだろ今。後ろだな。オッケー、なんとか守れてる。フォアチェックアグレがめちゃくちゃ強いとも感じないんだけどな。単純にエモだったのかな、やっぱグイグイ食いついてくんのは。オッケー、前出せ。いや違うんだよ、違うんだよ、それじゃないんだよ。マニュアルで出したかったけど焦っちゃった。ここな、人数足りないからな。いやーそこマニュアルる。あ、ファールファール、オッケー、いいよいいよ。え、俺の、あ、違うよね。はい、あ、やばい、これしかないんだ、これしか。組み立てて攻めれない。 OK、 ナイスナイス、クルトはナイスアドリブ。いいよいいよいいよ。ここはね、ここでワンツーか。ここ3人になったね。あ、ここ、あ、これか。今のちょっと良さそう。あ、いや、トラップトラップ。あ、ある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 。いやーマジか。落とせ。いやーマジで、バラン、マジで。よっしゃ、くそー。バラン足出すんだったらね、あんな中途半端なことするんだったらもう追いかけて裏取れよ。もう届かないっていうの前提で。あ、死んだ、エモ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 死んだ。まあ一人退場してたからな。エモがよく生きてたもんや。はい、いや違う、奥、いやあの1点をリベリが決めてたら。あれでもノイアーの強さだよね、あれは。ノイアーの闇、そしてノイアーの強さ。オッケー、いやー届かないか。やめろ、怖いよ。はい、これあるだろ、これあるだろ、これあるだろ、これあるぞ、あるぞ。いや、そっちじゃない。あ、ある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 くっそ重いな、この時間マジで。あ、ある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 、ちょゲージむっちゃ溜まってたのに。あ、でも相手は相手でちょっと、いやいやいや、来た、打てー。よしフォアチェックアグレが闇なのか分かんないけど、もうちょっと待って、もうカーソル変わんない。あー、もうちょっと、いや駆け引き勝ってんのにな。クルトお前頑張れよ。オッケーオッケー、まだある。うわ、終わったくわー、悔しいけど正直でも、まあ、この時間すごい重いんですよ。で、その重いこのゴールデンタイムをやりたいっていうので、ちょっとフォアチェックアグレッシブ、まあ、重いと操作して反映するまで時間かかるんですけど、フォアチェックアグレッシブだったら勝手に AI が動いてくれるから、あー届かなかったみたいなことが、まあ、ないんじゃないかみたいな。で、あっちも重いから、あーちょっと切り返しもさ、つったら1、2ってやってたの1、2、3ってかかっちゃうところを AI だったらスッといくから、
強くなるんじゃないかと思ったんですけど、ちょっとあんまり効果はなさそうですね。なのか、まあこのフォーメーションがあんまり強くないのか、フォアチェックアグレってだけだからね。まあちょっとフォアチェックアグレいいかどうかわかんないですね、まだ。うん、ということで、まあ今日はこんな感じです。もうちょっといいフォアチェックアグレの監督が来たら、いやでもね、そんなにこいつ悪くなかったんだよ、昔使ってた時。ただやっぱ OMF を置けないっていう一点だけかな。ちょっと締めようと思ったけどね、俺今この監督がゴミでしたわーっつって終わろうと思ったけど、そんなに悪くないんだよマジで。見るとほら、カウンター、ショートパス、サイド、流動的、まあポゼションの方がいいんだけど、流動的は良くないのかな。サポート距離、あ、でもサポート距離が遠いか。これね、これはあのいつ使ってたかっていうと、みんなあの発売して3週間ぐらいかな、みんながまだ TS が99になってない頃、まだ60とか50とかで平気で対峙行ってた頃に、あのみんな操作が重くて動きにくいでしょ。そういう時にこれで99にして、AI がね賢いからもうどん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 取りに行ってくれて、その時だけ勝率 90% を保持してました。だからそれ思い出深い監督であるんだけど、どうやって攻めてたかちょっと忘れちゃって、まあでもちょっともっといい今風のフォアチックアグレの監督が見つかったらまたやりたいと思うんで、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。